今回はお風呂の床の白くてザラザラした硬い汚れを楽に落とす方法をご紹介します。ニトリルゴム製の使い捨ての手袋です。バスシューズです。絵付きのバスブラシです。クエン酸です。キュキュッとクリア除菌です。そして今回の注目グッズです。ポリ袋です。 S サイズのものですね。筒にポリ袋をかぶせる形で栓をします。はい、こんな感じにかぶせます。そして栓をしていきますけれども、空気が入ってここが浮いてきますんで、こんな状態で押し込んでやった方がいいと思いますね。閉めていきます。お湯を溜めていきます。50度から55度ぐらいのお湯になっていると思います。はい、床一面にお湯が溜まりました。で、10リットルに対してクエン酸を 250g 入れます。で、入れましたらすかさずバスボン組んで混ぜて溶かしていきますけれども、この時注意が一つありまして、必ずこの掃除をやる前はこの毛の部分をしっかり揉み洗いして、泡がなくなるまでちゃんと水ですすいでからやるようにしてください。クエン酸が溶けたようですので、今度ははい、キュキュッとクリア除菌を、これは目分量でいいですね、だいたい 5g から 10g ぐらい入れます。そしてよくかき混ぜて奥の方にも行き渡るように送り込みます。そうしましたら、このタイミングでブラシ洗いを入れるのがポイントですね。こうやって奥の方から丁寧にブラシ洗いをしていきますけれども、特に白いザラザラ汚れが目立つところはブラシ洗いをしっかりやった方がいいですね。同じようにエプロンにも非常に水垢つきやすいですよね。クエン酸漬けで落とせる汚れは水垢とザラザラ石鹸カスが主になりますので、ではこのまま放置をしますが、放置時間は20分ぐらいですかね。あれから30分経過しました。栓はちゃんと効いているようです。ではここでもう一度ブラシ洗いをしていきます。クエン酸の場合は正直そこまで洗浄力は高くないんですよね。つけ置き直後のブラシ洗いと今のタイミングでのブラシ洗いですね、つけ置き後の、これは必ずやった方がいいです。はい、それでは排水していきます。はい、はい、ではすすいでいきます。はい、一通り掃除が終わりました。どうもありがとうございました。